デビッド・ベッドフォードは、イギリスの作曲家、演奏家。クラシック音楽とポピュラー音楽の双方で活躍した。ロンドン出身。弟は指揮者のスチュアート・ベッドフォード。祖父は作曲家、画家、作家のハーバート・ベッドフォード。祖母は作曲家のリザ・レーマン。ベッドフォードは英国王立音楽院でレノックス・バークリーに師事し音楽を学んだ。後にベネツィアでルイジ・ノーノに師事した。1960年代の末にケビン・エアーズのアルバムおもちゃの喜びのオーケストレーションを請け負い、キーボードの演奏でも参加した。その縁でエアーズのバンドザ・ホールワールドのキーボーディストになった。エアーズを通して、彼は当時、ザ・ホールワールドのベーシスト兼ギタリストだった、マイク・オールドフィールドと知り合い、1970年代になって、彼は、オールドフィールドのアルバム、オーケストラル・チューブラー・ベルズのオーケストレーションと指揮を行った。オーケストラを交えた、このレコードは、バージンレーベルをシリアスな音楽シーンに登場させることになった。引き続き、ベッドフォードは、バージンレーベルに多くのレコードを残すことになる。オーケストラの迫力を見せるもの、ベッドフォード自身のキーボードを聴かせるものなど様々であった。後には様々な種類のミュージシャンと共演した。例えば、エルビス・コステロ、ロル・コックス・ヒル、a-ha、フランキー・ゴーズ・トゥ・ハリウッド、ロバート・ワイアット、マッドネス、ビリー・ブラックらである。その間もベッドフォードは常にアバンギャルドな、クラシック作品を書き続けた。1971年のスター・クラスターズ、ネビュリー&プレイセズ・イン・デボンが知名度が高い。同年のウィズ・100・カズーズでは、器楽アンサンブルが聴衆の中から呼び出された人とカズーを演奏する。玄人と素人の共演という趣向は他にも見られ、例えば1986年のシースケープスでは、フルオーケストラが学校の児童生徒と共演するし、1991年のストーリーズ・フロム・ザ・ドリーム・タイムは40人の老児とオーケストラのために書かれた。その他、一色による吹奏楽作品も手掛けており、東京厚生ウィンド・オーケストラによる一色作品、カノンとカデンツァという作品もある。1968年から1980年にかけて、ベッドフォードは、ロンドンにあるいくつかのセカンダリスクールで音楽を教えた。その際、大量の教育用音楽を作曲し注目された。彼はしばしば革新的な寄付法を用い、図形楽譜をも愛用した。子供や、その他伝統的な楽譜を読めない人々にも開かれた音楽となったのである。総論としては、ベッドフォードの音楽には、火星が停滞する傾向があり、むしろ音色とテクスチャーの変化をもとに構成されている。声楽を伴う作品では、アメリカの詩人、ケネス・パッチェンの作品を用いることが多い。1969年から1986年にかけて、ロンドンのクイーンズ・カレッジの常任作曲家であった。1996年には、イングリッシュ・シンフォニアの提携作曲家に採用された。2001年には、以前副代表を務めた著作権管理団体 PRS for Music の代表になった。2011年10月1日、死去。74歳没。ありがとうございます。